今シーズン初白星へ、今週末にはホーム開幕戦。おとといの試合で闘志あふれる守備を見せたキャプテン奈良竜樹選手は熱い気持ちで臨みます。いい守備をしてこう目立つっていうものがすごい自分の中でやりがいだったりしてた部分が、少しずつみんながこう輝くような、そういうような試合になったらいいなと思いますし、熱い守備っていうものもしっかり見せたいなというふうに思ってます。今シーズンは入場数の制限も撤廃され、声出し応援も OK。 土曜日は満員のベスタで奈良キャプテンのファイトを見逃すな。熱いのはアビスパだけではありません。開幕を3月5日に控えた J3 イラバンツ北九州も戦う準備は万全。所属3年目の前川大我選手は、平均年齢の若いチームを支えながら自らが輝くことにも貪欲です。こうチームを循環させるというか、まあ、そういう役割も、はい、自分しかできないかなと思ってます。もちろん自分が結果残さないといけないですし、まあ、結果残すことによって、まあ、チームも、はい、J2 昇格っていうのは見えてくると思うので、まあ、そこは意識してます、はい。イラバンツは来月5日、アビスパは今月25日、ホーム開幕戦を迎えます。今週土曜日はいよいよアビスパのホーム開幕戦。熱い思いを語ってくれたのは、6シーズンぶりにチームに戻ってきた亀川雅史選手。あの空気覚えてますか？どんな感じだったか。はい、もちろん覚えてます。で、僕が多分長崎時代に1回アウェーで来たんですけど、その時はコロナ禍の初っ端だったので、無観客試合っていうところだったので、まあ、だからこそ今年あのスタジアムでの一発目っていうのは、まあ、自分の中でも今すごい楽しみにしてますし、まあ、本当にその時が来た時はすごい気持ちになるんだろうなっていうふうに今でも思ってますね。アビスパ在籍時にはその走る姿でチームに貢献してきた亀川選手。アビスパを離れていた間もそのプレースタイルは変わりません。まあ、多分ファンサポーターの皆さんが、僕ってどんな選手って、多分走る選手っていう風に間違いなくそれが出てくると思いますし、6年経った今も絶対に変えてはいけない、ピッチに立つならば表現しなければいけないっていう風に思ってますし。ベススタを走り回っていた頃はリオオリンピック日本代表に選ばれた若武者も、今年30歳の節目を迎えます。あの頃のようなね、若さあふれるプレーをやっぱ見せていければなっていう風に思ってますね。ベススタを駆け抜ける亀川選手がまた見られるぞ。ホーム開幕戦は25日土曜午後3時です。今週土曜日はいよいよアビスパのホーム開幕戦。福岡出身で今年加入した佐藤涼雅選手も、プロ入り後初のベススタでのプレーを心待ちにしています。そうですね、まあ、身近にやったクラブで、やっぱり幼い頃からスタジアムにも行ったことありますし、まあ、憧れのクラブでありました。東福岡高校時代には全国制覇を果たし、高校サッカー界では名前を知られた存在だった佐藤選手。甘いマスクが目を引きますが、それだけじゃありません。魅力は何といってもその得点力。J2 では2年連続13得点を誇る強力な点取り屋がアビスパに加わりました。得点の部分での評価していただいてオファーいただいていると思うので、 J1 でも2桁を目標に頑張りたいですし、まあ、J2 で2年取ったけど、まあ、J1 で取れなかったらそれまでなので、チャレンジャー精神持って頑張りたいなと思います。そして点取り屋は来月開幕する J3 にも。今年宮崎からギラバンツ北九州に加入した岡田優希選手、昨シーズンは J3 で14得点をマーク。 J2 返り咲きへ攻撃力アップに期待です。ゴールという数字が一番僕に求められているものと思いますし、このチームで上がらなければいつ上がれるんだっていうふうに、それぐらいこう勢いを持っていかないといけないですし、期待もそうですし、プレッシャーも感じます。アビスパのホーム開幕戦まであと2日。活躍を誓うのはブラジル出身ストライカールキアン選手です。
consecutivamente o jogo em casa com a Cereza. Vai ser um jogo muito bom e vai ser um jogo interessante que a gente vai poder provar para todos que a gente está, que esse ano a gente está melhor. おととしの J2 得点王としての実績を買われ、去年アビスパ入りしたルキアン選手でしたが、昨シーズンは3得点と物足りない結果に。チームとの理解を深めた今シーズンは一味違うルキアン選手の覚醒に期待しましょう。Pode ter certeza que vai ser um Luquinha diferente do ano passado, um Luquinha que com certeza vai fazer mais gols, que é o que a torcida espera de mim. ホーム開幕戦では今シーズンのファーストゴールも見られるかも。さらに見どころはもう一つあるんです。Sou bem vaidoso, pra ser sincero. Gosto de cuidar do meu cabelo, né, da minha aparência, pra ver se dá uma melhorada um pouco, né? Largado. Não, pô, tem que estar aparecendo na televisão toda hora, tem que estar bem, né? 実はルキアン選手、外見には人一倍気を使うおしゃれ男子。取材班によると、インタビュー中もずっといい匂いがしていたんだそうですよ。ホーム開幕戦はゴールだけじゃなく、ヘアスタイルや笑顔からこぼれる綺麗な歯も要チェック。アビスパのホーム開幕戦はあさって午後3時です。ベストスター来てください。ありがとうございます。そしてこちらは J2 返り咲きを目指すギラバンツ北九州。今シーズンから指揮を取る田坂和明新監督を先頭に、選手、チームスタッフ合わせておよそ50人が北九州市門司区の高層八幡宮で今シーズンの必勝を祈願しました。昨シーズンは34試合中12試合でノーゴールと決定力が課題でしたが、今年は得点力アップのために岡田優輝選手をはじめなんと12選手を獲得。平均年齢 23.6 歳の若いチームで、狙うはもちろん J2 返り咲きです。今年のギラバンツに期待しましょう。若い選手が多くて、まあ、日頃からいいコミュニケーション取れてるんで、一致団結して勝てるチームにできればなと思ってます。いよいよ明日はアビスパのホーム開幕戦。新戦力の中でも特にサポーターの期待が大きい選手といえば、ミッドフィルダーの今野和也。その持ち味は主に、まあ、攻撃面見てほしくて、まあ、ドリブルだったり、そこからチャンスメイク、まあ、クロス上げたりスルーパス出したりとかっていうところを見てくれればなと思います。ゴールとアシスト合わせて10はしたいなと思ってるんで、まあ、そこを超えれるように。相性は博多のメッシ。左利きのドリブラーということから、アルゼンチンの英雄リオネル・メッシになぞらえてつけられたそうです。ちなみにこれまで所属したチームでも同じ相性だったそうです。まあ、名前負けっていうか、ちょっとプレッシャーというか、ちゃんといいプレーしないとなっていうの、下手なプレーしてると、まあ、あれでメッシかよみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと頑張りますそこは。博多のメッシはちょっと謙虚。そんな今野選手、お気づきでしょうか、名字にチームカラーの紺が入っているんです。アビスパへの加入は運命だったんじゃないですか。めっちゃなんか言われました。サポーターの方とかに SNS とかで。あとまあ8番なんで、背番号もでもアビスパの88じゃないですか、ぴったりだなと思います。生まれながらに紺色をまとい、チームの象徴8を背負う博多のメッシ。ホーム開幕戦での活躍を誓います。相手セレッソなんで、かなり難しい試合になると思うんですけど、自分たちの全力で戦うので、まあ、ぜひスタジアムに来て応援していただけたらなと思います。注目のホーム開幕戦は明日午後3時キックオフ。ベススタへ行きましょう。